おはようございます。2024年5月の29日になりました。デイリーコヘランスの時間です。どうもよろしくお願いします。日本は5月30日です。というのを忘れました。5月最後ですね。あっという間に半年終わったことにはならないのか。1、2、3、4、5。あと1ヶ月で半年が終わるんですね。今日はですね、朝、ズンバというのを私とゲンさんはやっているんですけども、久しぶりにズンバのクラスに行ってきました。曲が全部新しくなってましたね。ほぼほぼ13曲ぐらい連続して踊るんですけど、15曲ぐらいかな。全く新曲ばっかりで、3ヶ月もいないとね、浦島太郎です。でも楽しかったです。1時間、汗だくになって踊って、シャワーを浴びてここに来ました。ハワイの日常が戻った感じがしますね。朝ズンバに行くと。週に何回行ってんのかな？朝は3回行ってるかな？夕方が1回か2回。まあ、毎日行けるわけではないんですけれども、なるべくね、それは心身の健やかさを保つための、まあ大事なニーズを満たすためにやってます。心身の健やかさと。あと、運動のニーズっていうのもあるんだよね。動くこと。昔は特にそのニーズが。動くこと、運動のニーズを満たすことはとても大事だなと思ってます。日本にいるときはちょっとね、それが足りてなかった感じです。私はね。このね、コヒーロンスという、まあ、状態を表す言葉なんですけども、それにはですね、調和とか、まあ、ハーモニーですね、穏やかさ、からまあ、平和といってもいいかな、守備一貫してることっていうのもあるよ。というのもありますね。面白いね。コヒランスの訳語、いろんな意味があるね。バラね。ンスが取れていることという意味が、それからもう一つ大事なエネルギー的な効率が良いこと。無駄がない無と駄がないんだよね、コヒいランう意スだ味と。もあるんですね。それでね、まあ今日もね、なんか、私たちの関わった方の、もうちょっと、立てないの、まあ、事件というか、いろいろな、まあ、悩みと言いますかね。家族の悩みは尽きないよね。うちだってないわけじゃないです。で、よく私たちは、まあ、よく病気の方とか、いろいろ、まあ、あるいは、いろんな深刻な問題を抱えている方に、どうしても心配しちゃう。心配というね、心配してしますよね。これはまあ、どんなことなんだけども、もう心配というのは、ある意味、エネルギー的には非常に、まあ、ネガティブな。エネルギーですね。それ私をた受ちけが取ると心ね。配することによって、なんか、それはですね、ネガティブなエネルギーを、まあ、送ってしまう。私たち自身がまずネガティブなエネルギーになってしまいますよね。心配とか不安とか恐れというのは。そうすると、そのエネルギーは、まさにその相手の方にですね、そのまま、届いてしまうんです。どうやらそういうふうに、この世界をできているらしいんですよ。難しいよね、その心配するんだったってするんだから。そうです心配ね。大事な人、愛する人であればあるほど、心配は大きくなります。不安も大きくなります。それをそうやってると、今度は集団でそうなってくると、そうなんすごいネガティブなエネルギーが相乗効果になって、ある意味、それが今、地球を覆っている覆ってとるよも言えるんね。ですね。それです。じゃあ、どうするのかというのは、まさにコヒーランスというのは、私たち自身のエネルギーをコヒーランス状態にするということなんですね。もう少し具体的に言うと、例えば、ね、心配な方がいらっしゃるとしますね。そしたら、自分自身をまず心配ではなく、安心、あるいは健やかさ、あるいは感謝と言ってもいいんですけども、いわゆるポジティブなエネルギーに満たすんですね。まさにそれはコーヒーランスになるということなんです。そうすると、それはひいては相手にとって、
そのエネルギーがそういうふうに届く。そういうふうに、どうやらこのエネルギーの世界は働いているようなんですよ。これを知ったからといって、すぐ簡単にね、できるものじゃないですよね。自分の、例えば子供とか、家族の中に、心配な状態を抱えている方がいるときは、困難だと思うからこそ、毎日の練習が必要だし、そういう普段、深刻になってないときに普段から練習しておいて、レジリエンスを高めておくっていうことも大事になってきますね、そうするに。まあ、まずね、これはね、頭で考えても多分理解ででききない。ない。なので、これは、とにかく、ハートにつながる。ハートに意識を落としていく。そうすれば、自然にハートこそ、まさにコヒーランスの世界なんですね。自動的に、穏やかな、平和な、まさに、ハーモニー、調和の取れたエネルギーになる。らしいでにす。できてるらしいんです。なので、そこに行きたくてね、毎日ここで練習してるわけです。ハワイの海を見て、皆さんどうですかね。海はね、何があっても、まあもちろん荒れてる日とか、穏やかな日とか、雨の日も風の日もあるんですけれども、海の中にはいつも深い静かな場所があって、それはハートと似てますよね。そうですね。海の奥。ただ、確かに私たちの、まあ、潜在意識というか、まさに思いですね。はマインドの働きなんですけども、まあ、常にこれは、このマインドで私たちは不安や心配、恐れを常にありますので、いろんな事件、世界のことを見てもそうだし、また、家庭内のこともあるでしょうし、仕事のこともあるでしょう。それを思った瞬間に、いわゆるネガティブなエネルギー、つまり不安や心配、これが出てきますよね。それはまあ、人間である限り誰でもそうだと思います。でも、そこに留まっていると、どん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 そのエネルギーは、増幅されていくよ。高くなってしまうんですね。そう、だから自分が今何を地球にフィードしているかっていう、その練習なんですよ。この朝の時間、今、まず自分自身を感謝で満たすというところから練習しますけど、そういうふうにシフトした瞬間に私たちは自分と自分の周りにね、ポジティブなエネルギーを送ることができる。で、それが地球の中のほんの一部の、今137名で一緒に練習しますけれど、ほんの小さな点でも、それがコヒーランスの、波動といいますか、エネルギーをこの地球の一点にもたらしているということになるらしいんですよね。なので、今、心配なお方、抱えている方こそね、一緒にやっていただけたらいいなと思います。コヒーランス。送るっていうのは、あなたがコヒーランスになって、あなたがハートに続ければ、自然になるということらしいです。自動的にそのエネルギーは相手に届くぞ。そうなんです。なので、私は何人かの人をハートに入れながら今日も練習していきます。本当にね、これを知れてよかったです。そしてこの学びをすればするほど、あとでね、あやちゃん今日生きてるのでね、あやちゃんのお祝いもしたいなと思ってます。もう、あまりにも深い世界なので、これを皆さんと分かち合えることが本当に、本当にありがとう。嬉しいです。来てくださって、今日もありがとうございます。それでは頭と心臓とお腹とこう、背筋をまっすぐ。手のひらは胸のあたりです。軽く目を閉じて。あ、そうそう。Well, now we'd like to invite you to daily coherence. Just feed your head above your heart, above your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes lightly if you will. Heart focus. 意識を下に下に下ろして、あなたのハートに集中します。Bring down. All your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. ハート呼吸。Heart breathing.
まるで心臓から息をするように、普段よりゆっくり深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you're breathing through your heart. よろしければ5秒で吸って、5秒で吐きます。Breathe in 5 seconds. Breathe out 5 seconds, if you will. ハートフィーリング。Heart feeling of appreciation. あなたのハートを感謝で満たします。Fill your heart with the feeling of appreciation. ありがたいなという感謝の気持ちで、ハートと顔が笑顔になります。And now you can make a big smile in your heart and on your face with the feeling of appreciation. ハートが感謝で満たされたら、全身に広げていきます。When you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。And if you have any parts of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas.全身が感謝で満たされたら、周りの人へ送ります。And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. あなたの家を感謝で満たします。Fill your house or room with your energy of appreciation. 家族と友人をハートに招待します。And you may invite your family members and friends into your heart. コヒーランスに参加している一人一人に感謝を送ります。Extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment. 一人一人に健やかさと心の平安も送ります。思い出も送ります。Extend your energy of well-being, peace of mind, and compassion as well. To each one on this call. 私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで一つになります。And then just feel we are united as one with the energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. そのエネルギーをあなたの街の人へ送ります。Extend that energy to the people of your town and city. あなたの国の人へ送ります。Extend that energy to the people of your country. あなたの大陸の人へ送ります。
Extend that energy to the people of your continent. 地球のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet. 今、地球上で地震や戦争、暴力の影響を受けている人に安心と安全を送ります。Extend your energy of safety and security to all the people affected by the earthquakes, wars, and violence.私たち全員の感謝、健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで地球を包みます。And then embrace our Mother Earth with all our energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。And extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ、宇宙へと送ります。Then extend that energy to our sky and universe.最後にもう一度そのエネルギーを自分自身に送ります。And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。Keep heart-focused breathing.私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで、お互いと地球、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなぁ、と感じたら、目を開けてください。If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace, and compassion, please slowly open your eyes. ,67 名の方が参加してくださいました。ありがとうございます。今からブレイクアウトルームを作らせていただきます。この時間は少人数で自己表現をする、お互いに聞き合う時間、行きたい方だけ行ってください。参加するしないは自由です。いらっしゃい。